リアルスティールは UAE の G1 ドバイターフに優勝したほか、国内でも重賞を2勝、3歳クラシックの皐月賞では2着になるなど、長年トップホースとして大活躍しました。母レディホークフィールドはアイルランドの G1 馬リリーラングトリーの半紙で、2016年の全欧年度代表馬マインディングのおばにあたります。3区のマスターアプレンティスはイギリスの G3 クラシックトライアルに優勝しました。